アテナイのアクロポリス・アクロポリスとは古代イギリシアのポリスのシンボルとなった小高い丘のこと。アクロポリスは高いところ、上司を意味し、防壁で固められた自然の丘に、神殿や鳥が築かれているのが普通である。歴史を以下の章の巨城であったと伝えられている。ポリス成立後は、神殿や有事の際の避難所としての機能を有する宗教的、 軍事的中核として位置づけられるようになった。ポリス成立以前の王城は都市国家のシンボルとしてのアクロポリスへとその姿を変えたのである。また、ホメロスによるジョージシ・オドゥッセイアには魂のアクロポリス、肉体のアクロポリスといった比喩的表現を見ることもできる。アテナイのアクロポリス中でも有名なのがアテナイのアクロポリスである。ペルシア戦争時に 木造建築のために全てが灰に返したと伝えられているが、その後の石造建築による再建の結果、ベリクレスの時代に最も輝かしい時代を迎え、今日の私たちの知るアクロポリスが誕生した。現在この丘には、古代ギリシア美術を代表する四つの傑作、パルテノン神殿、グロピュライア、エレクテオン、アテナニケ神殿がある。2000年の歴史を刻んだ、 パルテノン神殿は白色とも桃色ともつかない光の加減で変化する大理石の柱46本が青空を背景に荘厳な雰囲気を漂わせている。アクロコリントスこれに対してスパルタのアクロポリスは低く目立たない丘で上に神殿が築かれヘレニズム時代には南部の斜面に大劇場が作られた。メガラのアクロポリスはソーセージのように並ぶ2つの丘陵で アルゴスでも大小二つの丘がアクロポリスとして固められた。コリントスのアクロポリスは死の背後にそびえるアクロコリントスと呼ばれた巨大な丘で、頂上にはアフロディテ神殿などが建てられた。ありがとうございます。